4.19倍。そしてゆうたくん、エルフあり。エルフありです。ルール確認もう一度します。世界樹の雫、世界樹の葉なしです。マカロンチョコテンションアップアイテムなしです。綿ふわふわ綿飴なしです。それ以外はありです。エルフあり、食事ありです。お気をつけください。さあください。しのち 4.19、 一番人気はゆうたくん 2.24 倍。そして初登場ヘパイトスバトマス軍 2.84 倍。そしてレグ 4.69 倍。いつでもありです。6分30秒で全滅と。さあ行きますか。初めても大丈夫ですか。初めて、少々待ちよ、少々待ちください。放送番号から待ってくださいね。シュータムさん、放送番号ください。放送番号、放送番号ください。やべ、マルスケ、ソフィーとコロシアムとか全然興味ねえ。いや、これはシュータムのとこでしょ。オッケー、ナイス。さあ皆様スタンバイお願いします。同時スタートでお願いいたします。さあ同時スタートは10秒前、9秒前、8秒前からの7秒前、6秒前から、5秒前から、4 3秒前、2秒前からの1秒前。はいどうぞ。さあ行きますか。さあゆうたくん、しのちもスタートしてください。はい、スタートしていただいて OK です。さあこちら注目のバトバトパラ総対決。さあこちら注目が集まっておりますが、いや、タゲ判断とかなんか動きがなんかいい気がするな。なんか動きになんか貫禄がある気がするな。ターンエンド前まで5秒。さあヘパイトスはソウルですね。さあここでウィングダイブ飛んでからの、さあ避けていく。なんかなんだろう、見ててオーラがありますね。なんかプレイにオーラが、タゲ確認速度すごいね。あれこれちょっと聖女からの守り入ってしっかり押してから、あれこれはもしかするとものすごい強い人たちが、やはり。さあ油断はせずに行ってから、ここが縦ガード。さあパラディンからウィングダイブ。さあウィングダイブでここが振ってからが、さあこれちょっともしかしてすごいのかこの人たち。おー、打ってからの、さあコマンド入力もめちゃめちゃ速いですね。さあ打ってからの、さあメラゾーマの速度に負けていない気がする。さあ戻りましてからのターンエンドは5秒からの、さあバトマスコース。しかし皆さん、油断しちゃいけないのは他の8人もかなりの手だりたちです。
他の8人もかなりの手だれたち。さあ、このね、しのちとゆうたくんというところで、しのちがちょっとなんかぼやかしてる感じありますけど、さあその中身は、さあこのレグナード TA 戦争でも、レグナード TA、このフィグコロ、フィグカジコンテンツでも、めちゃめちゃの超固定常連たちでございますが、しかしこの動きは見事ですね。さあ 2割だとバト有利がちょっと俺分かんないんだけど、そこら辺が分かんないんですけど、さあそれが本当かどうかを皆さんは確認したいんじゃないでしょうか。さあこちら最下の陣を引きましてから、さあただこんな舞台で一発勝負でやったことはないと思うので、さあそこで油断せずに行っていただきたいところでございますけど、さあこちらからテールから来てからテールスイング飛んで、飛んでからスタートでこう打ってからの、さあしっかり止めてからが、さあ最下の陣、さあここは打ってからの打ってから、さあしっかりとここで、いや、つうか、逃げ。いや、これすごいな、しかし。いや、これが、しかしね、ここで、まあな、まあ、言ってもレグナードですから、油断しちゃいけません。いや、これはでもちょっと見ちゃいますね。見ちゃいますけど、こうなると敵は6分半が敵ですね。さあ、こうなると敵は6分半が敵でございます。さあ、こちらからの、さあ、スーパーハイテンションから戻って、さあ、今んとこ見てるようで緊張は全く見られませんね。緊張は全く見られませんから、ハゲオタしっかり避ける。ハゲオタちゃんとあれで避けるもんな。さあ色変わった、さあ色変わった、なんと2分50秒で色変わってチョッピーが落ちる。さあチョッピーが落ちて、これはどうなる。さあチョッピーをして、ここで方向でこれ下がる。さあここはちょっと行動運的には悪いが、さあチョッピー下がって、ここで偽です。さあ偽からの押し、さあなんかこのタイとこちらブレスが入ってからはずしろ。さあここは焦らず構える。さあここは焦らず構えてからが、さあザオラル、さあ冷静にいく。さあしっかり打ってから、さあ落とされんのは仕方ないにしても、タイムロスは痛い。さあここは倒すのが目的ではなく、6分30秒を切る、なおかつ他の速い魔法構成に勝つというのが目的。さあどうだ、さあうまいプレーを見に来てんではなくて、これはさあ早く倒せるかというのこのコンテンツでございますが、さあここは冷静です。さあ冷静。さあ雷いきますが、ここはどう対処。さあ雷を来てからの、これしっかり対処でチョッピーが落ちる。さあチョッピーが落ちて、さあこれは行動運が悪いか。さあここはちょっとレグナード、こちらバトマス構成気になりますが、さあ他を見ましてからの、さあ6分15秒さあユータ君、シャントット、ヨッサン、スズも順調か。さあ戻りましてからの、さあここでヘパイトスからが、さあどうしてもここに今日は注目はいってしまいますが、さあどうでしょうか。ここで経過時間が、4分と10秒経過。さあ4分と、さあ敵はレグナードか。さあ敵はレグナードなのか、これは。さあ DPS 的には苦しいか。さあ DPS 的には、ここで竜の方向はきついか。さあここで竜の方向、さあ行動運に恵まれないか。さあ死の力は死の力報告してくれ。もう死の力から報告してくれ。さあ戻ってからの。さあここで、いや時間は刻一刻。さあ残りこれ1分半で倒せる。ここは残り1分半倒せるかというところですね。さあここは時間の壁が高いか。さあ間もなく5分でございますが、さあガンガン行きましてから、さあこちら無心切りを打って、さあ戻ってさあこれまさかの魔法構成が6分半を切れずに、ここだけが6分半を切る。さあそんな伝説を残せば、一気にヘバイトス軍、さあフィクコロのこのレグナード TA に一つ伝説を残すことになりますが、さあこちらが間もなく5分10秒経過。さあこちら残り1分20秒で倒せるのかという戦いでございますが、さあしっかり言ってからのスーパーハイテンションからで、さあこちら打ちましてからの無心切りからで、さあ雄たけびで吹っ飛ぶ。さあここで全身全霊切り4300。さああのダメージは、さああの4300のダメージは魔法には出せません。さあここで、さあガンガン攻めたいところでございますが、さあ時間も刻一刻と迫っている。さあ1999から剣陣を引いて、さあここで時間が刻一刻。さあこちら、さあうまいですね。さあうまいですけど、これは時間との戦い。さあ残りがわずか45秒少々。さあ6分30秒。さあこれは非常にハードルが高い。さあハードル高い、間に合うかどうかの対決。さあ間に合うかどうかの対決だが、打ちます。さあ打って打って、さあこちらバトマス構成で打って、
さあこの方々がバトマス構成オンリーできた時に大本命になるのは間違いないが、さあ今日の魔法構成間に合うか間に合うか、さあ残り20秒30秒さあ残り20秒30秒さあやや勝負しなければいけないか、さあやや勝負しなければいけませんか。さあ来ましてからのさあ840からさあ残り時間がさあ残り時間さあゆうたくん5分46秒94さあゆうたくんが5分46秒94でさあここはゆうたくんの勝利が決まりました。さあゆうたくんの勝利が確定しましてからさあバトマス構成さあ下がって下がってさあ下がって下がってでございますが、さあバトマス構成魔法構成のガチ勢たちには一歩及ばずという結果になってしまいましたが、さあそれでもこの勝利見守りましょう。さあバトマス構成でどれだけのタイムが出るか、さあやや方向が多かったか、さあ6分半がアウトか、さあ戻りましてから打ちましてから、しかしこの方々がもろすごいというのは分かりました。この方々が超ガチで、さあ6分半の壁は厚かった。さあやはり魔法構成なのか、さあバトマスバトマスでございますが、さあこれね普段多分バト3でやってると思うんですよね。バト3でやってるからちょっとタイム的には読めなかったのではないかなというところでございますが、さあ魔法構成、しかし魔法も一流が集まってますからね。まあ、ちなみにあのレグ25分46早いですよ。レグ2の5分46、さあシノジ6分18秒お見事。さあシノジも6分半のハードルはクリアしましたが、さあここは6分半のハードルはクリアできませんでした。こちらさあこちらからが、さあここはしっかりと最後まで見守らせていただきますが、さあここで倒してからが、さあこちら7分40秒44でございますが、さあ見事なプレーを見せてくれた、さあ優勝のゆうたくん、そしてタイムを制限内を乗り切ったしのち、そしてバトルマス構成の皆様に大きな拍手をブラザーども。さあここはしかしお見事でございましたが、非常に見応えございました。さあ優勝はゆうたくんというところで、ナイス勝利は 2.24 倍。いや、お見事ですね。